評論家の田原萌子さん個人は群馬県赤城山の麓で暮らす夢を叶えようと50代半ばで運転免許を取った東京にある自宅との間を車で何度も往復ところが68歳の時に自損事故を起こし右腕骨折で4ヶ月入院した事故の恐怖が残り 運転かから遠ざかった。されど森の中での生活は車なしには成り立たない行きたい時に行きたい場所へ自由に行けるということが人間にとっていかに大切か無人の駐車場で練習を重ね公道で運転できるようになるまで2年近い月日を要した田原さんは 運転再開の理由を「アクシデントで生き方を変えたくなかった」と随筆につづり「事故は人生の後始末を考えなさい」という警告だったともさて改正道交法が今日施行され75歳以上で一定の交通違反歴がある人は免許更新の際に実車試験を義務付けられる。 過去に違反をした高齢ドライバーは無違反の人に比べ事故を起こす割合が2倍以上高いという。運転に自信がなくなってきたが免許は手放したくないでも事故を起こしたらそんな不安を持つ方にとって実車試験は安全運転を再確認する第一歩となるはずである。